皆さんこんにちは、シュシュギフト TV のレイです。そうです。はい、本日ですね、学校2日目なんですけど、授業的には初めての日でした。はい、昨日はね、初日はオリエンテーションだけだったので先生たちとしか会わなかったんですけど、今日はね、初めての授業ということ でしかも午前中のクラスは別々だったので、そう、ね、だから各々の家から学校に行って学校のそのクラスルームに行くという感じでした。じゃあレイの方はですね、昨日歩いてみて家までめっちゃ遠いなって気づいたので、今日ちょっとバスにチャレンジしてみました。んで、まあ、思ったよりめっちゃ早く着いたんで、まあ、部屋で待ってたんですけど、本当授業開始のだよって言われてる時間の2分前になっても誰も来なくてめちゃめちゃ焦って私部屋間違えてんじゃねって思って、部屋を慌てて出てもう一回確認とかしてたところ、バタバタ入ってきた2人ぐらいが先生と生徒とかで、その後10分遅れとかで入ってきた人とかもまあまあいて、結局6人のねクラスでした。いやマジ時間にルーズっていうのはマジなんだなっていう驚きですね。はい、ハナの方は、まあ、私は割とそんなにホームステイ先が遠くないんで、今日も歩いて学校まで行って、それで15分前ぐらいかな、に教室着いたらもうなんか先生と生徒一人クラスメートがいて、まあ挨拶して入って、でその後一人やっぱりまた来たんですけど、で3人揃って大体それぐらいで始まる時間になって、え3人しかいないのかなって思ってたら、なんか多分10分くらいしたらまた今度2人連れ立ってきて、なんか最終的に5人かな、私入れてクラスだったんですけど、やっぱりね、時間に割とルーズだったで、午後は2人で一緒のクラスだったので、まあ、そこで発覚したんですけど、私たち2人は同じね、いろんなレベルがあるんですけど、私たちのレベルのところの、まあ、少なくとも私たちの2クラスは私たち2人は日本人、他全員サウジアラビアっていう、そう奇跡の国籍がね偏りまくりじゃないみたいな。まあ、もしかしたらまあ、お昼休みの時とかにちょっと日本人がいたりとか、まあ、別のクラスでいたりとかしたので、他の国の人もきっといるんだなっていう印象なんですけども、少なくとも私たちの中では今すぐに友達ができるとしたらサウジアラビアの人しかできないよね。なんかレベル的に多いのかね、よくわかんないけど、まあ、果たして本当にレベルだけで偏ってるのか、そもそも学校自体に今国籍的にめっちゃ少ないのかわかんないですけど、そういう感じなんだみたいな感じですね。そう、ちょっとびっくりした、自分以外みんな同じ国の人っていう、ちょっとびっくりしました。そう、女性とかね、こうあれば布をこう巻いてるようなファッションと、民族衣装みたいな感じの方です。まあ、でちょっと友達を作るとか以前に、まず授業にちょっとついていくのに必死というか、どういう風な授業かっていうのさえ分かってないでスタートだったので、なんかこういきなり、じゃあテキストブック開いてみたいな感じでこうやって、なんかこの辺の問題やるんだろうなって思ったら、こうみんななんか一斉に書き始めたなと思ったら、この問題やるってことみたいなとか、こう先生がいろいろ話してるのが、なんだろう、私の方法って本当に最初の日とかは自己紹介みたいな中心かなと思ったんですよ、会話の。で結構普通に授業始まってて、みたいな。本当に、幸いなことに今日やったのが比較級だったんですよ。比較級はギリ覚えてたんで、ちょっと言ってることが分かったというか、あったあったみたいな気持ちで、でもやっぱり日本で習うのとは違くて、まあ、その説明されてる言葉も全部英語だし、その、ね、日本だとこうだよって言われて、なるほどって分かるのが、こうだよって言われても、ちょっと待って、今度これの単語読めないんだけど、どういう意味みたいな感じから始まるので、調べていいタイミングも分かんないし、なんか電子辞書とか開いていいかも微妙な雰囲気だし、分かんないってことを分かんない、何に伝えても、その説明も分かんなかったりするし、なんか結局そう、なんか一個ずつ理解ができて次に進むっていうよりは、なんかいや、いまいち分かんなかったんだけど、もう次進んでる、みたいな感じで。ちょっとね、取り残され感が若干ありますっていうね。でもやっぱ同じね、レベルのクラスだから、まあちょっと喋れるなって人とあんまり書けないなって人が多分バラバラなんでしょうけども、でも感覚的にやっぱ最初の日なので、まあ、ついていけてない感じするっていう印象ですね。そう、めっちゃ途中から始まるって感じでね。そう。本当になんか私も午前中クラス、なんかまあ先生が軽く、なんか今日から新しく、
下なんとかだよみたいな感じで名前を言ってそのまますぐもう入っちゃって、そうなんかね、もっとみんなでこう転校生の自己紹介とか交流深めましょうみたいな感じがあるのかなと思いきや、なんならね自己紹介しなきゃいけないのかなと思ってなんとなく言うこと考えてたんで、全然言う機会もなくそのままなんかあのもう教科書のページいくつ開いてみたいな、しかもなんか途中から遅れてきた人とかなんかなおさらね私のことも知らずになんか入ってくる感じだから、はい、じゃあ2人で2人組作ってじゃあなんかディスカッションしてみたいな言われた時に、あ、マイネームイズみたいな感じでちょっとちょっとさらっと微妙に挨拶をしたりとか、ただやっぱねびっくりというかまあそれ当たり前なんですけど、まあ、こっちが名乗っても私そんなに本名難しい感じじゃないんですよ、まあ、お互いそんなに難しい感じじゃない、まあ、日本ではよくある名前なんですけど、やっぱこう外国に行った時、まあ、例えばレイだとしましょう、レイって言っても例えばレイとかライとか なんてみたいな感じで聞かれるんですよね、発音をスペルが分かっててもやっぱりあ違うんだって思って、で逆に向こうも名前何って聞いてもちょっと一発は、ね、聞き取れないんですよ、分かんない、特になんかアラビア系だから、うん、なんか本当になんか聞き慣れない名前の人結構多くて、なんか多分あっちには多い名前なんだろうなと思いつつ、なんかあんまり聞き慣れなくてなんか長いと余計に分からなくて、例えばなんかジョナサンとかジョンとかだったらなんか私たちもこう外国の名前っていう認識があるじゃないですか、うん、ああ聞いたことあるジョナサンって名前みたいな、なんかジョナサンとか言ってもあジョナサンかなみたいな感じでカタカナ変換ができるので自分も次から呼べるんですけど、なんかブーみたいなこと言うとえみたいな、カタカナで変換できない感じの、ね、名前の人多いんですよね、だからなんかブーラーとか見てもえわらえウォロえなんてなんてみたいな、そういう感じになるの でしかも、ね、何回か言われてもオッケーみたいなかといってそんなに聞き返せないしねみたいな、そうそう、一回私は隣でよくディスカッションをした子に名前聞いたんですけどちょっと聞き取れなくて書いてって言ってスペルを書いてもらいました、でもスペル書いてもらっても読めないんですようーんどうしようっていう感じですけど、まあ、でもねまだ初日なのでもしかしたら何回か授業をやっていけば先生もやっぱ振るとき誰に答えてっていう時に名前を呼ぶので、あ聞いていけばああこういう風に呼ぶのねみたいな感じになっていくかなっていう、もう音で覚えるっていうね、ちょっとね難しいんですけど、そういうことをありましたというか、なんかその授業についていけるかどうかとか学校がどうかとか以前にそういう問題にねぶち当たる名前が覚えられないっていう、まあでもねお互いなんだなっていうのが分かったからねちょっと安心しましたけど、まあ確かにね日本人の名前も分かりにくいですよね、で今学校が終わって、コスタに来てます、コスタコーヒー多分日本にもねちょっと出てき始めたと思いますけど、うん、ありますよね、これっすこれ、いやこれさマグカップでかくない、これ紅茶頼んだらこんなにでかいサイズなんですけど、もう手のひら広げてもっていうぐらいでかいですよ、ちなみに私もこれをラテを頼んだんですけど、これちなみにサイズいくつだと思いますか、スモールですよこれスモールなでけスモールラテって言って、ちょっと待ってお兄さん用意してるもん違くないって思ってる、日本だとはなんかレギュラーか、うん、確実にスモールではないよね、うん、そうで私もちょっとなんか本当に今後どうなるか分かんないんで、めっちゃこの動画で一応申告しておきますけど、なんか若干今日なんか喉に違和感があって、でも別に人と接してるんだよね、でマスクもしてないしみんな、でちょっと乾燥までもしてるのでなだけだといいなっていう感じなんですけど、だからちょっと怖いんで今アルグレイをストレートで飲んでちょっと殺菌をね、紅茶の殺菌作用を信じて今やってます、ただやっぱこうアルグレイ一杯頼もうと思って頼むと、もうこのポットに入ってきてこのでっかいマグカップがあって、言わずともこうミルクがちゃんと出てくるっていう、日本だとこれぐらいだけでなんか1000いくらするんじゃないかなみたいなセットが2ポンドぐらい 2.5 ポンドぐらいとかで買いましたね、うん、多分そのぐらいだよね、やっぱ待遇がいいです紅茶に対するという感じでございます、まあまたね何日か経ったらまた状況を報告できればと思いますけども、まあ今はそんな感じでやってますっていうところで、もうね素直な気持ちをちゃんと残しておこうと思いました、それではまた次回の動画元気で皆さんに会えることを楽しみにしてますじゃあバイバーイ